電話も出ない、LINE も話にならない。そう思った私は、すぐに彼の家に向かいました。家に着いた私は、彼の浮気相手と三人で話し合いをしましたが、彼は黙り、女は亡き全く話し合いになりませんでした。彼の浮気相手を先に返した後、私もすぐに帰りました。 これはその次の日のラインになります。 それから30分後、彼氏と公園で話し合いをしました。彼氏は泣きながら謝り、別れたくないの一点張りで、私の目の前で、女の子の連絡先を全員消しました。それを見た私は、本当に反省してるんだなと思いましたが、やっぱり気持ち悪いので、一発芸として別れました。 これから良い男を見つけるために頑張るぞ皆さんからの応援よろしくお願いしますご視聴ありがとうございましたよかったら良いねと、登録お願いします